前回の砂漠で水が取り出せる装置の続きなんだけど最近モフの有機肺意志の構造を少し長くすることで穴が大きくなって水をより効率的に取り込めるようになったらしいぞこういう基礎研究は本当に大事で今では 200g のモフで1日6リットルの水が回収できて効率がどんどん上がっているよ でも実際模フってどうやって作るのってことで論文のサポーティングインフォメーションを見ると金属イオンと有機肺意を混ぜて120度で加熱した後に冷やすことで自動的に模フが組み上がって白色の粉末が出てくるらしいよ。再結晶に似た実験操作だね。 ここでちょっと詳しい人ならでもモフって金属使うから作るのにお金がかかって実用化できないでしょっていうんだけどこのモフはアルミニウムっていう比較的安価な金属で作られていてそもそも 200g で毎日6リットルの水を作れて5年以上使えることを考えると製造費なんて無視できるくらい安いよって八木先生は言ってたよみんなもこれから砂漠に何か一つ持ってくとしたら何と聞かれた時はモフって答えような。